太刀魚の燻製を作ります。材料の太刀魚です。購入した時点ですでに塩味がついて干物になっています。網に並べて30分程度放置し、表面の水分を飛ばします。30分後、燻製です。熱源はカセットコンロです。燻製器はスノーピーク社コンパクトスモーカーです。アルミホイルで作った受け皿を燻製器にセットします。スモークチップを受け皿にセットします。今回も桜を使っています。ザラメを大さじ1追加しました。色づきが良くなります。コンロに火をつけます。チップから煙が上がるまで強火で加熱します。煙が上がってきましたので、太刀魚をセットします。燻製器に蓋をしたら、コンロの火力を中火に変えます。この状態で5分待ちました。途中、蓋を開けて中の様子を見てみました。5分後、コンロの火を消します。しかし、まだ蓋は開けません。このまま7分余熱でいぶします。7分後です。燻製器の蓋を開けてみます。良い色になりました。これで完成です。とっても美味しくできました。